お疲れ様です。吉永さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。稼がせる保証って私たちはできると思うんですよね。ぶっちゃけね、これ言い切ってもいいと思います。稼がせる保証はできるよと。でもついてくる保証、あなたはできますか、ね、結局継続できないでしょ。でいつまでやったらどうなるのか、稼げるまでどのぐらいの期間が必要なのか、それはね、心配りは分かりますよ、その気持ちは。でもそれは分かんないんですよ。だってどのぐらいの意識を込めてやってるかっていうのはこっちでは測れませんしね。それからその人がどのぐらいの才覚を持ってるのかってことも分かりません。そもそもやる前に絶対に成功するっていうふうにはみんな思うんですよ、ね、でも絶対に成功するぞと思うけども、成功してないうちに一つの結果を自分で出しちゃうわけでしょ。だってね、ネットビジネスならまだいいですけども、お店とか会社を実際にドーンとテナント料を借りてね、それこそお店の整備とか備品を投資してやる人ってどのぐらいの覚悟だと思います？その店が失敗したら一生借金苦ですよ。30年ぐらいの店舗のね、改装資金とかをローンで組んで突っ込むわけでしょ。相当な本気じゃないですか。でも9割がうまくいかないんですよ。でそれに比べるとネットビジネスでやることの何ロスって何ですかね。ないに等しいじゃないですかね。なんか塾に入るのに30万50万下げられましたって。いや、詐欺じゃなくても商売をやってこけると1000万2000万級の借金は残るんですね。で私も今キックボクシングやってますけども、はっきり言って試合に出れるかどうかわからない状態で始めてますよ。継続できるかどうかわからない状態でお金払って始めてますよ。そういうもんじゃないですか、挑戦って。結果がはっきり分かってることなんて挑戦とは言わないですよ。それはそれはリピートでしょ、繰り返しでしょ。10回やってうまくいったから11回目やる、これはリピートですよね。それが悪いってことじゃないですよ。でも何かに挑戦するってことは不確定要素がそのままあるわけですよ。ビジネスを始めたけども YouTube を始めたけどもチャンネル登録1万人いかない、どうしてくれるんだってなるじゃないですか。チャンネル登録1万人は今日の時点ではいかないけども、これからも動画の作り方によっては行く可能性ずっとあるわけじゃないですか。でもやめればその可能性はゼロなんですよ。だから継続が大事なんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということでございます。いってらっしゃい。